職員コード。パスワード。認証。職員コードが認識されました。あなたの閲覧権限、レベル4セキュリティクリアランス。に応じた情報を開示します。アイテム番号、SCP-3028JP。ロ、は、労働。の、ロ。オブジェクトクラス、タウミエル。特別収容プロトコル。収容室を除いたすべての室内にスピーカーを取り付け、SCP-3028JP の放送を可能にしてください。放送設備は1日に1度点検を実施し、万が一設備不良等により特定の部屋への放送が困難な場合は、3日以内に持ち出し式の簡易スピーカーを使用して SCP-3028JP を放送してください。説明。SCP-3028JP は50種類の周波数から構成される約18秒間の音響です。構成要素の大部分は超音波が占めているため、人間が SCP-3028JP を認識した場合には、しばしば、単調なメロディー、と評価します。SCP-3028JP が電波し通過または振動したクラス A 未満の霊的実体は、自身を構成する霊視型外に反発し、形状を維持することが困難になります。この異常性は累積され、ほとんどの霊的実体は3度の SCP-3028JP の発生によって完全に崩壊し消滅します。SCP-3028JP は2025年8月12日に、博士を中心としたチームによって開発されました。当時、振動によって自身の性質を変容させる異常性を持った霊的実体の SCP-JP に対して、いくつかのランダムな周波数を発生させることで SCP-JP に連続的な変容を促し半永続的なインターバルを確立させ、その間にサイト8100への輸送を完了させるといった収容手順が計画されていました。しかし、道中で突如 SCP-JP の頭部が半崩壊したことから、発生させた特定の周波数が SCP-JP に影響を与えた旨の仮説が提言されると同時にその有用性が指摘されました。その後、SCP-JP を含む複数の霊的実体を対象とした実験結果をもとに奇跡論を主体とする視点から周波数の微調整が行われ、結果、現在の SCP-3028JP が誕生しました。また、当初の推測通り SCP-3028JP は SCP-JP 以外の霊的実体にも効力を発揮することが判明したため、SCP-3028JP は O5 評議会によって大いに有用性のあるアイテムだと認められ、無霊室設備及びサイト内衛星システムへの転用が決定しました。転用後の SCP-3028JP は想定以上の効力を発揮し、使用期間中のみで約1120体の霊的実体を消滅させたことから、労働環境の向上に大きく寄与したとして、博士をはじめとする数人が表彰されました。現在、SCP-3028JP はスピーカーを用いて毎朝7時30分に3度、繰り返し放送されています。事案1、2025年9月29日、上級研究員が SCP-JP 収容室前に設置されたスピーカーの配線を故意に断絶させました。これは室内の衛生性を損なわせ職員の安全を脅かす、財団に対する間接的な配信行為です。当該職員には2ヶ月の謹慎処分が言い渡されました。事案6、2025年11月12日、エージェントが第6収容棟一般廊下に設置されたスピーカー本体を故意に破壊しました。これは室内の衛生性を損なわせ職員の安全を脅かす、財団に対する間接的な配信行為です。当該職員には5ヶ月の謹慎処分が言い渡されました。事案11、2026年2月28日。上級研究員が SCP-JP 収容室前に設置されたスピーカーの配線を故意に断絶させました。これは室内の衛生性を損なわせ職員の安全を脅かす、財団に対する間接的な配信行為です。当該職員には4ヶ月の謹慎処分と降格処分が言い渡されました。事案15、2026年5月3日。研究員が第2収容棟休憩室に設置されたスピーカーの配線を故意に断絶させました。これは室内の衛生性を損なわせ職員の安全を脅かす、財団に対する間接的な配信行為です。当該職員には B クラス記憶処理が施され、その後3ヶ月の謹慎処分と降格処分が言い渡されました。事案18、2026年7月31日。
博士が D クラス職員第3収容房に設置されたスピーカー本体を故意に破壊しました。これは室内の衛生性を損なわせ職員の安全を脅かす、財団に対する間接的な背信行為です。当該職員には B クラス記憶処理が施され、その後7ヶ月の謹慎処分と降格処分が言い渡されました。サイト8100。簡易取調室。2026年8月25日。10時24分。ささ、どうぞ座って。コーヒーを入れましょう。インスタントにしてはなかなか美味しいですよ。ミルクと砂糖は必要ですか？ミルクだけでお願いします。ミルクだけね、了解。研究員は伝承部門に所属しているんでしたね。私はあまり詳しくないのですが場所系のオブジェクトが多いのでしょう。やはり調査でサイトを離れることが多かったり。いえ、私はどちらかといえば報告内容をまとめるデスクワークがほとんどで、現場に向かうことはあまりないです。もちろんそういった業務はありますが大抵メンバーは決まった人ですね。おや、そうでしたか。肌がよく焼けているのでてっきり外仕事が専門かと。もう少し待ってくださいね。どうぞ、私特製のスペシャルコーヒーです。カップにコーヒーよりも先にミルクを入れるのがポイントで、その方が美味しく感じる気がするんです。はぁ、ありがとうございます。気がする、ですけどね。ははは。確かにそんな気がします。はは。さて、本題に入りましょうか。サイト内のスピーカーを破壊し SCP-3028JP の放送を妨害する事案はあなたで20件目です。なぜ、このようなことを？海に行ったんです。海？私はあまり泳ぎたくなかったんですけどね。インドアですし、肌を出したくないから水着も着たくなかった。でも、彼女がたまには泳いでる魚を見たいって言うから。彼女とは、例の？はい。太陽がこれでもかってほどギラついてて、最悪なことに絶好の海水浴日和でした。本当に暑くて辛くて、今すぐにでも帰りたかった。それでもあの人は、飽きもせずにずっと泳いでて、楽しそうに私に笑いかけてくるんです。私より年上のくせに、まるで子供みたいだった。落ち着いて話してくださいね。3、頭痛がひどければ一度休憩しましょう。それで、日が沈みかけて、そろそろ帰ろうって言ったんです。あの人は海から上がる前に、一度、頭まで潜って、なんだろうと思ってたらすぐに顔を上げて、これ、プレゼント。で綺麗な、小さい貝殻を2つ、私に手渡したんです。可愛らしい。ははは。それで？一応上司ですし、ありがとうございます。って受け取りましたよ。捨てたかったけど、さすがに悲しむでしょうから。家に持って帰ってもどうせすぐになくしそうだったんで、紐を通してブレスレットみたいにしますって聞いたら、ほんと、子供みたいに。なるほどなるほど、とても仲が良かったようで。他の方よりは、比較的に。ですがね。3、だからといって騒ぎを起こす正当な理由にはなりませんよ。財団は死のリスクと隣り合わせです。先週顔を合わせた職員と今週末に葬式で出会う、なんて話はざらにあります。それほどこの仕事は市民。殉職者が多いんですよ。わかりますか？わかっています。理解しています。もちろんです。では聞きますね。SCP-3028JP が放送されなければどうなりますか？サイトに、職員たちの。職員たちの？幽霊が、溢れ返る。はい、正解です。以前のようにサイト内が職員らの自爆霊で埋め尽くされれば、業務どころではない。まさに収容違反のもと、作業を円滑に行うために、収容を維持するために、施設をきれいにするために、あれが必要不可欠なのはよくお分かりのようで。でしたらあなたの行為がどれほど危険かも。それでも、あの人の顔を見たら消滅させることなんて、できなかったんです。ああ、だって。落ち着いてくださいね、コーヒーは飲みすぎないように。それで、さんも数少ない見える人でしたね。彼女は泣いていましたか？私を見ていました。確かに目があったんです。あの人は助けを求めていた。見える私に、あの人を私が救わないと。いいですか。さん、それでも死んだ人間は人間じゃないんです。今はおとなしくてもこの先ずっと友好的だとは限らない。何かの拍子に敵対的になるかもしれないし、そのせいで殉職者が増えるかもしれないんです。だから無害だったあの人も見殺しにしろというのですか。人ではないと言っているでしょう。
あれは霊的実態です。我々が守るべきは、異常ではない、異常を知らない一般人であることを忘れないでください。それに?霊的実態なんて存在するだけで人類に悪影響を及ぼすのですから、研究する価値が薄い雑多な実態を消滅させるのは至極当然です。たとえそれがおとなしくても、友好的であったとしても、無力で無害な霊的実態なんて存在しないんですから。死者の霊は生者から生気を奪うこと、財団に入る前からでも階段などでよく耳にしたでしょう。現にあなた、目の下にクマができていますよ。でたらめを言わないでください。そんなの人として、ああ、人道的じゃありません。私たちは散々財団に、人類に尽くして、どれだけ頑張っても火に照らされることなく、それでも歯を食いしばって危険な業務に耐えているのに。死んだら、あなたは用済みですさようなら。って、そんなのあんまりじゃないですか。あなたも良心があるのなら、彼女たちの尊厳を守ってください。はあ、彼女らの尊厳を守るために消滅させるのです。研究員。異常物体をベールで隠し、火に照らされることがないよう抑え込んできた彼女らが、死して異常物体になるなんて皮肉な話だとは思いませんか?それでも、ブレスレットを渡したかったんです。あの人、右目しか残らなかったから。もう少しミルクを足しましょうか。3、気が楽になりますよ。追記。研究員には B クラス記憶処理が施され、その後6ヶ月の謹慎処分と降格処分が言い渡されました。ホイチ、度重なる職員らの職務規律違反から、SCP-3028-JP に精神の脆弱性を強める異常性があるとの仮説が提唱されましたが、調査の結果、そのような異常性は確認されませんでした。これにより、職員らの異常行動は非異常性であることが確定し、さらなる違反を防止するために上層部にて対策が練られました。現在、SCP-3028-JP の報告書は偽造され、一定のセキュリティクリアランス以上の職員にのみ正しい報告書が開示されています。低セキュリティクリアランス職員用の偽装報告書閲覧。アイテム番号。SCP-3028-JP。オブジェクトクラス。プロテスト。特別収容プロトコル。職員は SCP-3028-JP の放送時に昭和することが推奨されています。万が一設備不良等により特定の部屋への放送が困難な場合には、管理部門により簡易スピーカーが貸し出されます。説明。SCP-3028-JP は毎朝7時30分にサイト内で流れる財団談話、今日も明日もこれからも、です。SCP-3028-JP には未完成の口述的奇跡論が含まれており、職員が昭和することで術式が完成し効力が発揮されます。SCP-3028-JP を昭和した職員には微弱ではありますが、精神の安定、労働意欲の向上、身体の疲労軽減、をはじめとする、いくつかの恩恵がもたらされます。財団談話、今日も明日もこれからも、作詞、作曲、異常を隔離し解明し、収容をする、正常に、澄んだ青空と昇る太陽、守るべき宝はこの日常、人らの笑みを保つため、貫け新年最後までさあ、今日も世界を始めよう。明るい社会に背を向けて、我が道進め、一本道。火に照らされぬ我らの使命。されど胸に抱く、この誇り。友を家族を恋人を。愛想我が身が果てるまで。さあ、今日も光を支えよう。悲しみ苦しみ噛み締めて、ただ耐え願う、人のため。死を恐れることなく一心に。我ら作るは、この平穏。落ちず外れず落ちぶれず。財団として生きると誓え。さあ、明日も朝日を迎えよう。